朝刊チェック六月十八日配信分です。五秒前、四、三。おはようございます。時刻は九時三十七分です。六月十八日の火曜日、朝刊チェックを始めてまいります。 スロバキアワインのマイティーワイイインンののマティ提供でお送りをしてまいりますいよいよ来週木曜日が千日開放業満業でございますいろんな皆さんにご支援をいただいておりますがマイティーワインさんにもですね素敵なプレゼントを用意していただいておりますありがとうございますぜひ皆さんもスロバキアワインをお召し上がりくださいませね、えー、非常に強く雨が降っておりまして えっと、計画運休とかっていうようなこともあるようでございます。まあ、あの、鉄道会社の判断に任せなあかんなと、何もなかったら、何もなくてよかったなというのが、まあ、私の考え方でございます。そして、昨日は、吉村知事が誕生日だったそうでありまして、49ちゃに、僕ちゃんはおなりになったということでございます。おめでとうございます。あの、あかんところはあかんと言いますが、 誕生日迎えておめでとうも言わへんようなそんなコモさんでありたくないなと思いますので、うん、はいおめでとうございます、えー、いつまでも意地張ってないで、えー、間違ってたことは間違ってだって言いましょうねはいさあえっ、ー、と残念ながら4択までしか YouTube 上アンケートが取れないんですけれど、えー、今日もお話したいことてんこ盛りでございます チャットでアンケートをお願いをしておりました。現在、全世界で479億人の方にご覧いただいておりますが、えー、投票が341票となっております。この時間をもちまして、アンケートを終了させていただきます。ありがとうございました。えー、では、はい、発表いたしますね。 今、あなたが最も関心のある話題は何でしょうか、第1位となりましたのは、小池百合子東京都知事のお兄ちゃん、あんまり出てこなかったんですけれども、えー、今回、取材に応じました、カイロ大学卒業したのをお祝いしましたよと、お兄ちゃんは言っているという話題でございます。 そして2番目26%の方小福亭鶴子市長はい鶴子鶴に光ると書きますが鶴子と読みますねえー、日本放送でオールナイトニッポンええかえのかワンバンコはい最高か言うてまあいだにやってはるんですが、えー、3月に放送されましたゴールデンリクエストの中での替え歌が あまりにもひどいというので、日本放送がお詫びをしましたということについての私なりの見解を、ツイートをしましたところ、やっぱり私のフォロワーはおっさんが多いんでしょうね。めちゃくちゃ <laughs> たくさんリプライありまして、えー、同じ年代の人間がいまだに鶴子さんの。 えー、あの卑猥な話で喜んでるんやということを改めて確認をいたしましたですねそして第3位24%の方が木原政治が嘘をついていたというお話でございますしかし木原事件とは直接関係はございません嘘をつく人っていうのはそうなんでしょうねえー、旧文通費の公開につきまして自民党と日本維新の会が合意をしたのですが その内容とやろうとしていることが違うやないかと、嘘つき内閣というふうに、ね、馬場さんが言ってるんですが、何をおっしゃいますやらと、えー、書いてある通りにやってますやんというのが自民党の方でございます。そこに出てまいりましたキーマンが木原誠治であったということですね。この他にも政界関連のニュースを関連で、関連で、関連でもう一問、はいえー、お届けをすることにしております。 そしてまあ私がなんか怪しいなと思っている国立市富士見通りのマンション出来上がっていたんですが取り壊しますというあの問題につきましてアベマ t v が当たり前のニュースを週刊文春がよう分からへんけどやっぱりなんかあるんちゃうかという記事をそしてフラッシュは粘着クレーマーの影という新たな情報を出してまいりましたそのあたりのことにつきまして。 この他にも沖縄県議会議員選挙でデニーさんの与党が敗退をしたということにつきまして昨日は一方だけでありましたけれども共同通信が誤報を打っております落選した人を当確と打っているんですがその奥に透けてみるのは何なんでしょうか共同通信はごめんなさいと、えー、捜査に手違いがあったって言ってるんですがそんな問題じゃないであろうというお話 そして尼崎南署に逮捕されましたコンビニの店員さん何十万も盗まれたって言うて、えー、逮捕されたんですがそれは5人逮捕だったんですねで,でも警察は、まあ、一応謝ってはいるんですがあ適切に対処するというような言い方でちゃんとごめんなさいと言わないと嘘つきは泥棒の始まり謝らないのが泥棒の違うわえっ 警察の終わり。うん。いかがなものかという、そんな話題、てんこ盛りで今日もお届けしてまいります。現在、636億人の方、だんだん同時視聴者数が増えてまいりました。ポチッと高評価をしていただきますと、より多くの人たちに伝わるというふうに聞いております。どうぞ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、うーん、参りましょうか。えー、ということは、これか。 聴観チェックスタートでーす <music> 来てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天六天小森スタジオへこもさん小森のりでございますまあ 雨の中、うっとしいなと思われる方もいるかもしれませんが、まあ、雨も降ってもらわんといきませんしねそういや、4月に沖縄行ったときは歴史的なあの水不足という,ふうに言ってましたがもう今はね、えー、だいぶ逆にも水が多すぎるぐらいのそんな感じになっているようでございます。さて昨日 こちらの本まだ発売になっておりませんが6月の25日発売店頭に並ぶ予定になっております佐藤誠さんの「本星」「週刊文春」がずっと連載をしておりましたがそれに加筆をいたしましてで、木原事件のことももちろんなんですがそれ以外の事件についてもですね書いてあるという「木原事件と俺の捜査記録」というのの見本本が届きました。 あの週刊文春の編集の皆さんありがとうございます。ちゃんと届いておりますので、昨日届きました。で、えー、まだ読みきってないんで、まあ、読んだ内容を全部言っちゃうとあ <laughs> かんのですけど、私なりの感想をあの、また近々お話をさせていただきますが、ぜひ皆さん、あのー、応援の意味でもですね、買いましょうね、応援の意味でも。あのー 二階さんなんかはね何百万円分も買ってくれはるわけでしょそうです本というのは自分の読むための一冊あるいはまあ一冊は置いといて一冊を読むようにするってな人もいるかもしれませんがあのお金持ってる人はもう100冊単位でどうぞ買ってくださいよでみんなにこんなあんねんで言うて、ね、読ませてあげてくださいよ CD とか本とかそういうもんでございます、えー、ぜひ皆さん読んでくださいませ で来月はちょっと上京する機会がありますので、佐藤誠さんともお会いして、できれば一根交わしたいなというふうに思っております、小茂さんでございます。そして、昨日はですね、こちらで、長官チェック、小森康則チャンネルではない配信の収録をいたしまして、私の もうまあ年齢でいうともうすごい下なんですけれども尊敬しております記者の元朝日新聞記者の宮崎園ちゃんえ園子さんという記者がいらっしゃいましてでこの方とのご縁もできたんでで1回こっちで収録させてもらえませんかっていうので。 えー、月曜日来週月曜日の夜の配信になるかと思いますがポリタス TV というのがございまして宮崎園子さんも司会進行をされているという配信番組に登場をさせていただきますでまあ苑子ちゃん来るのは分かってたんですけども、えー、もう一人ポリタス TV と言いますとはい、はいえー、こちらアメ名刺どこやったかなはい いただいたんですが津田大介さんが来られました、えー、コモさんから津田大介さんという人の名前が出てきますかと思われるかもしれませんがまあ、ポリタス TV をご覧の方はもちろん津田さんのことよくご存知かと思いますまあ、そうですねまあ、愛知トリゲンナーレの時の、えー、炎上ぶりを旗から見てた 側からすると津田さんってどんな人なんやろなって、まあ、まあ正直初めてお会いしたんで、えー、あのどんな人なんかなと思ってたんですけど僕よりだいぶまあ年下なんですが、えー、いいお兄ちゃんでございまして <laughs> いいお兄ちゃんっていうのもざっくりした言い方ですけど昨日収録が終わってから3人でこの近くの酒屋さんに、えー、飲みに行きました。はいはい、もうあのー、天禄界隈で一緒に飲んだらもう これは私、右であろうが左であろうが、みんな友達でございますんで、連れでございますんで、あのまあ、飲むって言ってもあの、楽しく飲んだかどうかにはよりますけどね、<laughs> 楽しくないお酒を飲んだ人を連れだとは思いませんが、はいえー、政治信条とか向いてる方向とか、それぞれでありますけれども、まあ、そんな中でご縁がありましてで、一緒にお酒飲ませてもらいました。 立ち飲みですけど津、えー、田さんも背低い方ではないんですが、まあ、言ったって私198ありますんで、えー、そんな楽しい時間を過ごしましたポリタス TV は、えー、来週の月曜日の配信となっておりますで昨日お話ししました TBS の渡辺さんでしたっけ若いアナウンサーの子が泥酔をしてでよその家の敷地の中で おしっこしたっていうのでまあ今謹慎状態になっているっていう話なんですけどあれはもちろんあかんことですよもちろんあかんことではあるし僕別に彼のこと全然知らないんですけどあの画面で見てたんでしょうがそれすら意識してない程度にしか最近テレビ見ておりませんので全く分かんないんですけどもうあの次から次へとですねあ,のあいつはこんなやつやっていう。 記事が出ててままいりまして、ね、でそこでちょっとまあ酒飲みとしたら昨日稲田酒店でですね飲んでた私といたしましてはちょっと聞き捨てならん表現がございまして、えー、TBS 渡辺アナが泥酔放尿騒動で謹慎局員が危惧していた「安い居酒屋で悪酔いが現実に」という トースポは読まないいまなくせんよ。トースポこそ、えー、人間のその業というものに真剣に向き合ってるメディアだと思いますんでもう佐藤誠さんも,もう捜査のためもあってですねトースポを熟読していたというふうに書いてありましたけどあのー。 TBS に出勤はしているものの担当番組の出演を休んでいて事実上の謹慎であろうと、ねえー、TBS 局員の話関係者じゃなくて局員の話ですね、えー、なんか、うん、あの ID カードがあったんでしょうか渡辺アナは高級店ではなく下町の居酒屋に通っていますいやそれどこがどこがどこ,どこがかかるのですかその。 何 <laughs> ですか、えー、高級ソープやったらよくて、えー、大衆派のお店やったらあかんって、まあ、またちょっと話が違いますね。えー、好きなのは焼酎のソーダ割り。<laughs> いやいや別に、まあ、私,は私はロックで飲みますけど焼酎のソーダ割りいいじゃないですか吉田洋さんがねこう話して笑顔で飲みましょう言うてポスター出てますよねひたすら飲みます、まあ、まあひたすら飲むのがいいかどうかは別ですが。 通院したり、通院っていうのはあの病院行くんじゃなくて、通院、痛く飲む、はい、もう飲みすぎっていうことですね。ソーダの分量が少なく、濃かったりしています。ほんといたれよ、もう。<laughs> そソーダ割りやけど、ソーダの量が少ない。<laughs> ああ、そうだ。いいじゃないですか。いいじゃないですか。安い居酒屋で悪酔いするのではと懸念されていました。あの高級店でも 高級店でも酔っ払う木原誠司はおります、はいえー、某有名な経営者のやってる、あのー、ところで若いお姉ちゃんはべらかしてでもうベロベロンベロンになって名刺交換もちゃんとできへんかったっていうのもありますんで高級なお店とか飲んでるものが高級ワインか。 あースロバキアワインは美味しく飲んでくださいよ、はい、ベロベロになるために飲むんちゃいますからね。ですけども、うーん、学生時代、高円寺辺りにおったんで、土地勘があり、気が緩んだんでしょうって、いや、別に、<laughs> そしたら私は点6で飲んでたら、気が緩んで、点3辺りまで行くと、はい、3丁目と6丁目、決して仲良くはないと思いますんで、緊張しますか、いやいや、そういう問題じゃないでしょうっいうことですよね。 同期には近藤夏子さんとか篠原さんとか若林さんとえ3人の女性アナウンサーがいて渡辺アナは差をつけられていたっていやーそれはもうその若い,若,い、まあ、若いお姉ちゃんアナウンサーって言ったら怒られるんですよ今ね女子アナって言っても怒られるんですがそら女子アナが入ってすぐにいろいろな、ね、若いうちが花屋と思って仕事つくのとお男のアナウンサーが少しずつ経験積んで。 ようやくってなるのとその違いも分かってないんですかねこいつほんまにね,ね TBS の公式プロフィールでは趣味にアイドルネタはお任せくださいと書いているともうほっといたれよと果たして復帰できるのか復帰してくださいね復帰してくださいね,ねええあのどんなふうにして世間にボロカスに言われたところから復帰するのかっていうのは おっちゃんでアドバイスできることがあればアドバイスさせていただきますんでええー、なんとか40何年間番組途切れることなくいろんな問題を起こしながら私やってまいりましたんでええー、<laughs> まあ酒の飲み方は酒の飲み方は <laughs> あの抑えた方がいいかとは思います楽しい酒で終われるぐらいに しとといいいいた方がいいかと思います楽しい酒であれば佐藤誠さんとも楽しく飲めるでしょうし <laughs>、はい津田大輔さんとも楽しく飲めると思いますんでよろしくお願いいたしますでは、えー、すみませんちょっと暑くなってしまいました時刻は9時54分であります今日は朝日新聞と毎日新聞を2紙買ってまいりましたまあちょっとそれぞれに読みたい記事があったんですけどえー、っと 朝日新聞は一面トップ教員採用試験6割前倒し、まあ、果たしてこれで足りないというところがうまくいくのかという問題はありますがそれから世論調査の結果で自民党の政治と金対策これでは効果がないと思っている人が多いということでこちらはまあ最後にちょっと取り上げますがプレミアム A という冤罪の問題について えー、滋賀県の日野事件というのがありましてもう無期懲役になってた受刑者、ユーザーになったんですけれどももう彼は亡くなっているんですね、えー、しかし、どう考えてもあれは無罪だったと捜査してた人たちが言っているとどんだけ、どんだけどんだけ困難が多いねんというお話でございますそして毎日新聞はいじめ対応を阻む予算不足というのが そして、アンケートには入れてませんでしたが沖縄県の議会議員選挙の結果デニ、えー知事の与党が結果、敗れたんですけど、えー、実は共同通信は、うん、与党系があのいっぱい当選してるっていうふうに出したんですね当確を出してたんですけどこれが結果として誤報になってしまったという問題につきましての。 まあ表面上書いてあるのとはちょっと違う見方について後ほどお話をさせていただきますではあ皆さんのリクエストに応じましてまず最初はこちらから参りましょうど小池百合子東京都知事参戦出馬を 表明をしております学歴詐称問題については華麗にスルーをしておりますそんな中お兄さんが「カイロ大学妹は卒業してますよ」という証言をいたしました「まああいつは秘密主義者やから」というふうに言ってるんですがどういう意味なんでありましょうか こちらが最も四択アンケートの中では多くのですね支持を集めたということでございます。32%の方がこちらを取り上げました。ではご紹介をしてまいります、えー。フラッシュから読みます。いつか取材が来ることもあるかなと思ってたと言いますのが、3つ年上になりますか。小池勲さんであります。 一般社団法人アフリカ開発協会の理事を務めてはるんだそうです、えー、カイロ、エジプト、アフリカ、まあ、小池一家はやっぱり関係が深いんですかねで、調度院大学さんがですね、お父さん裕次郎さん、まあ、選挙に出て落ちてで会社もうまくいかなくなってそして調度院さんの支援があってカイロで日本料理屋を出してと。 漢学の1年生を終えたばかりの小池百合子ちゃん当時はですね、えー、カイロへ行きましてでカイロアメリカン大学へ行ってでそこからカイロ大学の2年次に編入をし3年生に進級することができなかったんで別のことをやって空手雑誌を作ろうとしたりしたんですが1年で辞めて。 で日本へ帰りましたと、だから卒業なんてしてませんよと、調度院大学さんは言っているわけですが、このお兄さん、小池勇さん、カイロで働いていたこともあります、国際貿易などを手掛ける会社を経営しておりまして、まあ、もちろん重要な証言者となると考えたフラッシュの記者は、東京都内にあるこの小池勇さんの自宅兼オフィスを、 尋ねましたそうしますと「上がっていきなさいよ」え「え行ってみるもんですねええー、馬には乗ってみよう人には走ってみよう上がってきなさいよと」と快く取材に応じてくれたんだそうです部屋の中にいますとアラブ町の部屋だったそうですねええー、小池百合子さんよりもうん まあ、彼女も芦屋アアの出身でありますが、バットしかしながら羽生、はいはい、えー、もっと、あのー、関西弁なんだそうです。えー、こう言ったそうですよ、はい。またフラッシュの記事、後で貼っときますんで、読んでくださいね。えー、はっきり言うて、妹とは仲は良くないです。最後に会ったのは、お父ちゃんの七回忌ですね。 俺は貿易や国際的な開発コンサルタントの仕事を45年ぐらいやってたんで、まあ、コロナまで、まあ、年に2回ぐらいしか日本に帰ってませんでしたからそれに、まあ、彼女、妹のことですけどそれは怖いんでしょうね俺がなんか怪しい仕事とか悪い仕事をしてるんじゃないかと、うん、何を言い出すか分かれへんし。 まあ兄である俺の存在を表に出したくなかったんでしょうね。うんまあ、確かにウィキピディアとか見たら出てたのかもしれませんけれど、ええ、まあねお父さんは死んではりますが兄弟がいるなら兄弟に聞くのは手っ取り早いわけでありましてカイロ大学に問い合わせるっちゅうのもそうですけれどお兄ちゃんに聞いてみました。 まあこれまで取材をしようとしても拒否してはったのかもしれませんけれどねえー、えー、と「漢学へ入ったけど漢学へ入ったけど」へ入ったけどとお兄ちゃんは言ってますカイロに行きたいアラビア語やりたいと言い出したんよ,、まあ、よくアラブの話してたお父ちゃんの影響かな妹日本にいる時から エジプトからの留学生を個人教師にして家庭教師にしてアラビア語を勉強してたんやからその後大学中退してまずカイロアメリカン大学に入るわけや入るわけや最初は英会話クラスだったけど現地でアラビア語を勉強して2年の時にカイロ大に編入したんや学歴詐称なんて言われてるけど カイロにいた俺は目の前で卒業したのを見てるんだよ兄ちゃん卒業したよって挨拶に来てたからね <laughs> えー、えええええまあ僕はあのー、新聞にしても雑誌に来ても記事に書いてあることを全部ほんまやと思わない人間なんでそれそのまま ほんまですよとこんなこと言ってはりましたよほんまですよっていうふうに伝えてないですけどねほんまかなあほんまどんなんかなあ言うてえー、ワンバンコー言うてあのー、見てますけど読んでますけどちょうどいいんさんの会見全部大嘘ですよと言ってありますそうですねちょうどいいんさんにはまあもうお父ちゃん裕次郎さんは亡くなってありますけども一家で世話になってたわけですよね一家で世話になってたんだけど あの会見で言ってたこと全部大嘘ですよと「うん」じゃあ何でここまでこの学歴詐称がずっと長引いてるんですかねと、まあ、私なんかは嘘ついて卒業もしてへんのに卒業したって言い続けてきて証拠出せ言われたからそれから慌てて卒業証書を作ってもらって卒業証明書を作ってもらってそれを見せてごまかしてるんだろうと私なんかは思っているわけですがお兄ちゃんは「 ちょうどいいさんの言うことは全部大嘘だとまあ百合子は結構秘密主義やからピシッと閉ざしちゃうまあ閉ざしちゃうは大阪弁じゃないですけどね関西弁じゃないですけどね閉ざしちゃう、うん、またネタにされるのは嫌なんじゃないかな卒業証書も出したら出したで スタンプが違うとか言うやん <laughs> 言うやんだから出してなかったえ当時卒業証書見ましたかこんなんやってちらっと見たかな <laughs> いや見てないかな <laughs> これ証言って言っていいんですかね、これフラッシュさん。これ証言って言っていいんですかね。<laughs> 卒業証書見ましたかという質問に、こんなんやって、ちらっと見たかな。いや、見てへんから <laughs> で、まあまあ、その後、不仲とは言うものの、妹でやってることを評価しているというようなくだりがあって、で、まあ、木を見るに瓶なやつやなと。その見極め、風見どりと言われるけど、まあ。 ね、どの党に行ってようが主張は変わってないでしょうと、うん。で、最後に、俺もフィクサーになりたいねって言って、俺もフィクサーになりたいねっちょうどいい大学さんもフィクサーと呼ばれておりまして、えー、フィクサーって、まあ、皆さんご存知ですよねあの、えー、アニメ作る会社ですよね、あ,あらはピクサー、あらピクサーですか。はいてな、まあ、記事が出ておりました。はい <laughs> ど,ど,どうですか、あまあ、ちなみに前に私、ちらっと申し上げましたがカイロ大学をちゃんと出ている私の友人がおりまして、えー、日本とあのエジプトを行ったり来たりしていまして湾岸、まあ、危機、湾岸戦争の時からです、ね、お付き合いをしている人に聞きました。いやもうなんか、うん 最近あんまりテレビとかニュースとか見てへんからどういうことですか?」って言うから「まあまあこうこうこうなんなってるんですわ」って言って言ったらそのカイロ大学にいてまあ現地でも何回か会うたことがある大学の中で何回か会うたことがあるというエジプト人ですけどその人は「またそんなこと言ってるんですが卒業してますよもう卒業してると言ってますやんか」っていう感じで言ってはりました。 私とのやり取り取です私との個人的なやり取りの中で、えー、文章あの直接音声でではなくてテキストのメッセージのやり取りでしたけどま,またみんなそんなこと言ってんのもうほんまに、えー、卒業してると言ってるやん卒業してますよって、まあ、文字面から言うと、まあ、ちょっと面倒くさそうにまた言うてんのっていうエジプト人の友人はいます。 えー、僕は彼のこと信じてますがこの件については信じられないなと思ってますはいあの大の友人ですからなんですけどそれはそれこれはこれなんでで、えー、フラッシュの取材によりますと小池百合子のお兄ちゃんは「いや妹は秘密主義やからなあ」言って、えー、卒業証書は「見た」 かなちらっといや見てないかなって言い,言いながらあのうど院大学さんの会見は全部大嘘で、えー、妹はカイロ大学を卒業していると言ってはりますまあ何を信じたらええのか コモ,さんはコモさんはどう思うんですかいやもう私のせいにせんとってください。もうどうぞ皆さんご自身で考えてくださいね。いつも言ってるでしょ。自分の頭で考えてください。自分の頭で考えてもらわないと、そんな私全部のことを要しませんので、えー、ただこんなん出てますよっていうことをじ <laughs>、はい、ーんって鳴らしながら <laughs> 皆さんにお伝えするぐらいまでのことしかできませんので、これが本日の四択の中でもっと とも皆さんが関心が高いと言われたお話でございます。はいえー、ごめんなさいね。皆さんいいろいろと 書いていただいててただおりますがちょっとあの全部今チャットは読めませんし、はい、もう私のことをアルコール中毒だと言われるなら、はい、もどうぞ勝手に言っておいてくださいませ、えーはいえー、誹謗中傷と認定をさせていただきます、えー、林正彦さん典型的アルコール中毒はいありがとうございます典型的と言っていただきましてありがとうございました えー、一度お一緒に飲ませていただきた <laughs> くないですので、はいえー、近づかないでください私の半径2 0 0ル以内には近づかないでくださいませでは続きましての話題はこちらでございます時刻は10時8分です A <laughs> か A、えー、のか最高かという えー、鶴子師匠はもうおいくつになられますかねえー、っとどうなんかなもう70は超えてはりますよね鷲見、えー、さんが昭和20年1月1日、えー、ヤングタウンでコンビを組みましてそのネタをそのまま オールナニッポンに持っていったという <laughs> 考えてみましたらあ私が中学生ぐらいの時は週に 2, 2回鶴子さんの、えー、あの世界をラジオで貪るように聞いていたわけでございますね、えー、当チャンネルをご覧の方も65歳以上の方が圧倒的にございますので、えー、あの頃もう本当に 鶴子さんの言ってパることパパ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 という音楽に流して流れのもとにですねちょっとエッチな話を聞いてもう本当に鼻血出してた人たちが多いんだと思いますそんなつる子さんがやってはります えー、噂のゴールデンリクエストっていうんですか、ね、その前は噂のゴールデンラジオというふうに言ってましたが、えー、日本放送のお昼もやってはりましたけれども夜の番組、まあ、夜というのはど深夜じゃないんですけどもね、えー、まだ、まあ、明るいうちですねナイターをやっているそのナイターオフの番組でありましたけれども。 ここで替え歌が流れた3月に放送された3月15日でしたかね、えー、そこで流してたやつがあまりにも不適切であると公共の電波で流すには著しく不適切なものであったといたしまして日本放送が謝罪をいたしましたまあ <laughs> もう76歳か、今、通行しよめを、一度、錦糸町の居酒屋で乾杯だけしに、神戸から本当に乾杯だけしに、ちょっとご挨拶がしたくてって言って、とある方を介して、ですねえこんなことが以前、新人の時にありまして、その件について、ちょっとまあえお詫びと言いますか、なんといいますか、自分の中の整理をつけたかったんで、え。ー のところにこだしてもらいました言ってで乾杯だけしてすいません、最終の新幹線で帰らなあかんのでほんまにあの乾杯だけして帰ったんで、まあ、こういうこともアルコールがあるからできる話でありましてアルコールなしでやれっていうのは私には無理がありますんでアルコール中毒と言われようが何と言われようが <laughs> 通行さんが飲みに行きはるっていうから僕もちょっと行かせてくださいって言ったのはおいでって言われて行ってで乾杯ってして、はい、ありがとうございましたって。 言ってお会いしたんですけどこれはアルコールがあるからこそのコミュニケーションなんですけども分からん人には分からんでしょうからほっときますけども、えーまあ、別にあの,あの人飲みながら放送するわけでもありませんし、えー、3月15日の放送でピンク・レディーの複数の歌を替え歌いたしました日本放送しかし、しかしながらハブエはその歌詞の内容はあまりに 継続ででであり、公共のの電波で流すにはししく不適切なものでした。ここに深くお詫び申し上げる次第ですと、まあ、悪友さんとか徳良俊一さんとかえそういう実際に作った方へのも失礼であると、まあ、しかしまあ家門達夫さんはちゃんと原曲の人たちに筋を通してからやってありますけど基本的に替え歌っていうもの自体が えー、あまりにも低俗で不適切なものでありますので、まあ、下ネタっていうことなんですね要は下ネタネギと違いますよ、はいえー、それは下ネタですからね、えー、下ネタとしてあまりにも低俗であるということで、はい、<laughs> ま,あまあまあまあそあのそうなんです。 でそ,そこはあの何も何も異論はございませんあまりにも低俗で不適切は不適切かどうかまあまああまりに低俗であるというのはそうですしかしあの日本放送さんにお伺いを立てたいのですが我々,我々のですね NBS ヤングタウンのメンバーであった鶴子さんをそのまま企画ごと持っていって、えー、100キロワットで 50キロワットで大阪高石市から届けてたものをですね、金に明かしたのかなんか知りませんけど東京まで連れて行きまして100キロワットでしかも当時は日本放送キーステーションに15局ネットでしたがね、STV ラジオ放送青森放送岩手放送東北放送新越放送静岡放送中部日本放送ラジオ大阪中国放送高知放送か。 そして、KBC 九州朝日放送、長崎放送、熊本放送、以上全国15局ネットでお届けしている頃に私は聞いとったわけでありますけれども、で、ずっと低俗なことをやらせておいてです、ねこの、この76歳というこの年になって、えー、それを局として謝るっていうのは、一体何があったんだと思いますわね、これ。ね、だってこれまでと、 同じことやってきてきれまでと同じことやってきててまあまあまあさ自民党の人だからしたらこれまでみたいに政治資金パーティーしてたのに、えー、任意団体のパーティーやってたのになんで今そのあかんって言われんねんとこれまでも統一教会にお願いしてただで電話かけてもらってポスター貼ってもらって、えー、はがき出してもらってしてたのになんであかんねんってあ、そうか。 とするならばやっぱあかんか、<laughs> とするならばやっぱあかんかっちゅう話なんですけど、で、まあ皆さん気になりますよね、どんなに、ど,どんなに、どんな内容やったかっていうことがね、<laughs> まあ、まだ朝10時ですけど、まだ10時ですけど、それはまあ、気になりますわな。で、まあ、 通常のニュースを検索しても出てきませんわな。うん。でも、みんな教えてくれますわな。<laughs> いや、コさん、そんなに知りたいんやったら言うて。えー、えぇ、ー。テ、えー、ィーンテ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 ィン UFO のところが <laughs>、いや、もうやはり今私はあ経営者でございますので、私についてきてくれている。 ごくわずかな社員とその家族も私の方にかかっておりますのでーへーへーて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 ーんてーん,てーんてー <laughs> って、まあ、言ったり、えー、ああ、なぎさのシンドバードー、まあまあ、僕の口からは言えません、はい、あの私のツイッターをフォローしていただいたら。 ちゃんと親切なフォロワーさんがこんなんでしたよって言って <laughs> あの書いてきてくれてありますわ。ね、透明人間現る現るですよね。ええ、現れないのはってやつね。うーんまあまあ <laughs> まあ今正直正直ね正直ですよ今63になって63になってこの,この替え歌を聞いて。 あの私ビンビンにはなりませんので <laughs> それはねそ,そうだったらちょっともうはいあのもうタイガー・ウズと呼,ばん呼んでもらってもいいようなことでしょうからそれはないですけどもういやあの言うときますけど鶴子さんってちゃんと古典落語やってありますからねあのちゃんとやってありますからだからあのこ,れこういうラジオができなく なっったからてて言笑福亭の本家の笑福亭鶴子っていう、まあ、あのお弟子さんもいてはりますけどそれがなくなるわけじゃないんですけどまあ一方でそのキャラクターとしてこういうことをやっている。 ととといいいいうところとのこうバランスがいいわけじゃないで,すかでまだ76もなって「大人の子もり歌」みたいなやつまあ今タイトル違うと思いますけど「えー、オールナイトニッポンテレビ」でしたっけどなんかまあそんなんね J コムでやってはったりもしますやんか。 楽しみに見てるわけじゃないんですけどたまに話題になってるとああそうなんかと思いますわねちなみにボイシーというのがありまして、まあ、私が何度、えー、申請してもあのパーソナリティとして認めてくれないボイシーなんで、まあ、諦めましたけどえー、と音声の短い番組をやってはりまして昨日の朝の段階でまだ日本放送が謝罪したというニュースが流れる前にえ嫌ようを 今日は虫圧おまんなあ言うてワンバンコー言いながらあかんか喋ってありましたニュースについてチラチラっとねその後その後配信発信がないのでお弟子さんがいや今更言われてもみたいな今更この年になってそんなことを怒られてもっていうことをお弟子さんが言ってありましたけどもうん で日本放送は何がしたかったんかなと思いましてねそこがまあ知りたいんですよで今実はあ、まあ、私も日本放送えー、とえー、とこまで行きましたええー、とこまで行ったんですが落とされましたフジテレビを落ちたアナウンサーがドドッと入ってきましたんで、えー、残り3人ぐらいのとこまでおったんですがそこに8人ぐらいフジ、えー、テレビ落ちた組がドドッと来ましたんで、えー、私は日本放送に入ることはできなかったんですけど で、まあ、MBS へ来たんですが、えー、っと私と同期になりますしかも、まあ、慶應義塾大学文学部卒業の日原さんというです、ねえー、方が今、日本放送で社長をしているんですよ日原真紀さんという女性なんですね。 でまあ、まあさ日本航空の社長が、ね、女性 CA さん出身になるように、まあ、今別にまあそれで珍しいどうの、まあ、まあ珍しいっちゃ珍しいですが日本放送ってもうめちゃくちゃ体育会系ですからねもうそれはもう特に営業なんてもう,も,うもうむちゃくちゃですよいまだにこの昭和を抱えているそんな日本放送。はい なんですけど、そこで社長まで上り詰めているのが女性社長なんですよ。で、それこそ鈴木杏樹のいってらっしゃいで、杏樹さんと僕を結びつけてくれたのも日本放送さんなんで、えー、そういう意味では、あの、僕と僕と杏樹の <laughs> 呼び捨てしてみました。杏樹さんの。 の中を取り持ってくれた日本放送には足向けて寝られないんですけど有楽町には足向けて寝られないんですけどこの人が社長だっていうところにまあ何か一つのキーワードあんのかなとは思いましたそういう視点の記事がないのでただただ日本放送が謝りましたという事実だけを書いているえそういうはい。 記事がほとんどで,でまあ一方でおっさんらがもう今「今さらそんなこと言っても」っていう声がネットにありますよっていう記事だけなんですね。えー、なぜなぜこれまで認められてきてたあまりにも低俗で不適切な放送を今このタイミングで3月15日の放送分についてまあまあいろんな人に謝ったことが一とり一段落ついたんでっていうまあことを言ってるんですけど。 なぜこのタイミングで出したのかっていうのがちょっとわからない2か月に1回あるレーティングに合わせて話題作りをしようということでもないと思うので、まあ、この日原真紀社長の決済のいるそういう話だとは思いますのでそういう話だとは思いますのでここは何かしら関係があるのではないかい。 いいなということで,す、ねはい、でえー、っとあれですわあの僕の実は、えー、後輩がですね、えー、日本放送で今常務をやっておりまして、えー、あのクラブの上下で一緒に麻雀とかようやってた。 こうなんですけど、ね、営業やってた時に大阪で1回会いましてあの代理店会議でね「うん、ねえお久しぶりやな」って出世してるなあ言ってえ今度ひょっとしたら行って <laughs> 会えたらな「なんでこんなことになったん?」ってちょっと、ええ、聞いてみようかなとは思いますけどもねうーんねえ皆さん多分寝耳に水でしょう。 ね、耳に水だと思うんですよ、うん、なので、まあ、こんなことで鶴子さんを、えー、潰してほしくはないですしただまあねこんな謝り方されたらあの鶴子師匠の側としても日本放送まあまあ日本放送に出入り禁止になってる人は行さんいますんでね伊集院さんもそうでしたしだからまあまあそれ自体がネタになるっちゃなるんですけど。 ただまあね、そでゴールデンラジオもう一回やってって言われたって、じゃあどこまでやってるのか、もそんな怒られるってなって、こんな、こんなことできませんわなちてう話なんで、んとなると、どうですかね、えー、文化放送が手を出しますか、えー、TBS がやりますか、まあ、まあ j ウェーブはないとは思うんですけれどもね、ええー。まあしかし この梅雨に入りました、うっとしいこの時期にですね、えー、我々中高年をこう元気にしてくれる話題でございましたですね。なんか上品な <laughs> 女性がずっとこう後ろから厳しい目で <laughs> ご覧になってましたですね。お前,の前も何を、何をこんなところで言ってんねんみたいなそんな感じでございましたでしょうか。はいえー、経緯につきましては私が 取材をしないと言っている私でございますがなかなかこうみんなが触れられないところなんだったら私なりに、えー、聞いてみようかなとは思いますけれども時刻は10時25分にちょうど今なりましたさあ第3位の話題はえー、っと こちらでございます木原誠治に騙された日本維新の会政治と金をめぐる問題で紛糾をしております今国会でありますが旧文通費の使い道を公開するや否やという話でいや、今の国会中にはちょっと間に合いませんねんと言い出した自民党に対しいや、 会期末までにやると言ってたじゃないですか、いや、その文言は外れたものを党首代表とで、総裁と代表とでサインしてるんですけど、いやいや、そんなことは聞いとらんぞということで、反対にどうやら回るようでございますね。はい、で、まあ、そのキーマンが木原誠治であったんだというお話でございます。ちなみに 今入ってきたニュースでございますが、まあ、今入ってきたんじゃないんですけど、えー、っと実は昨日の WBS ですね、ワールドビジネスサテライト、自民党、木原誠二幹事長代理の妻の元夫が2006年に不審死した問題をめぐり、昨日遺族が東京地検に新たな証拠を提出し、再捜査を要請しましたと。 安田,田さんの死因をめぐっては去年11月司法解剖した医師が自殺と断定できないとする見解を遺族に伝えておりました遺族は今回安田さんの元同僚の証言や警察の捜査の不備を指摘する記録などを提出いたしましたと昨日、えー、WBS はテレビ東京はあのこれまでも伝えてくれておりますので、えー、そういうニュースが入りました、まあ、その件につきましてはこの「本星」という本にはまだ当然入っておりませんけれども えー、佐藤さんが陳述書を出したというところまでは入っております、こちらは、えー、今月末25日の発売ということでございます。はい、で、えー、この木原事件本体の今、ま、情報をお伝えいたしましたけれども、おその前にですね、えー、昨日から話題になっている話、き、ま、昨日からでもないですけどね、もうちょっと前からですね。はい 自民党は昨日国会議員に月額100万円を支給する第2の給与、領収書のいらなかった調査研究広報滞在費、旧文書通信交通滞在費、名前を変えただけでそのままというものをめぐりまして、今月23日までの会期中に、法改正を見送る方向で検討に入りました。自民党幹部が明らかにしたものです 一方、日本維新の会は昨日、改革に向けた自民党との党首間合意が保護にされたと判断。自民党の政治資金規正法改正案の参議院政治改革特別委員会での採決で反対に回る方向で調整をしています。衆議院の採決では賛成をしておりましたが、自民党と対決姿勢に転じました。というニュースであります。で、まあ、この公開とか、 それが10年後とかではだめですけどもね、えー、で残った分は返しましょうとかっていうことについては、まあ、そもそもあその秘書を雇うために必要な金なんだっていうんだったらそういう出し方をすればいいわけで、えー、そのもうメールでやれば月何千円かどっかで光ファイバーの光回線をやっときゃです、ねえー、でメールのアドレスがあればもうそれであの伝わるんですから。 切手代がないと有権者にもそして、えー、し秘書とかにも連絡ができないということではない時代ですから、えー、通話料についてはもう無料だっていうようなあの電話の契約がいっぱいあるわけなんで、えー、3分間東京と大阪で電話したら500円かかったっていう昭和60年のその頃とは違いますからね違うにもかかわらずそのままになっていると。 維維新新のの言ううう改革ははが賛成でででです。何ももかんん。ことと反対というわけではありませんただ今回丸呑みをさせたと、えー、維新に言わせたいがためにそして公明党がちょっとややこしいこと言い出したぞっていう時に維新にもつばつけと,かとこかっていうのでだ、まあ、騙されて国民民主党がトリガー条項で騙されたように、えー、とりあえず丸呑みしてやるからと言って。 維新の顔を立ててで公開するって言ったんだけどそれは今国会ではしませんよともうだってもう何時何時なんですかともう,もう最終出ますよとこんな時間に今の時何言ってるんですかってまあ言ってるちょっと待ってくれと最終にのせてれるって言うたゃないかと言って維新は言うそれとお前岸田と猫ババとで二人で ちゃんとサインしたやないかそこにそんな文言なかったやないかいやもともとあったんやと実務者協議やってた時に、まあ、それが音汚いのか誰なのか知りませんがその相手が木原だったっていうんですけどね自民党の側はでちゃんとあったのをそれ外してくれって言うていや外したら困るいや信用してくれと我々は信用してくれと信用してくれって言うたから信用するからそれ外すのッ OK にしたら そんなもん書いてないから書いてないから知らんがなってそれは約束違うんちゃうか嘘つき内閣とまあそういう話ですねええー、であのーまあ、まあどっちもどっちもどっちじゃどっちもどっちなわけですけれどもですねうん。 あのー、その要はキーマンだったのが木原誠二であったということなんですよ、結局、うん。まだだから、木原誠二を、えー、その岸田総理は勝ってるっていう話ですよね。 買ってはるっていうことですわ。うん、あのー、でず,ずっと買ったままなんかなという話ですね。そのまままあまあ。もう岸田さんは沈没していきますんで、もう岸田丸がこのまま藤をすることは僕はないと思ってるんで、まあ、どのタイミングかえー。それがその麻生さんとかそういう実力者たち。 ののの人差しによるものなのかあるいはもう現場が持たないという,う県会議員や市会議員やというところからの声なのかわかんないですが音を立ててまもなく崩れるであろうと僕はまあ見てますんでこれは直感だけの話ですけども噂話は知りませんから、えー、その中で木原誠治は一緒に沈んでいこうとしているのか。で ちなみに昨日の首相同棲を見ますと大体官邸に入る前に公邸にいる間に呼び出されるんですけど昨日は公邸からちょっと早い時間に官邸に入りまして官邸で村井さんを呼んでその後木原さんを呼んで,でモーニング・木原で官邸の方で公邸とは違う空気の中でえ話をしておりました。おそらく、これどういうこっちだと こういうことでこれであの OK ってもらってたからそのように話をしたんですが、えー、ちゃんと言っていただい言われたとおりに私やってるんですけどみたいなやり取りがきっとあるんでしょうねでまあまあ沈みゆく岸田があ木原をそのまま徴用し続けるのかただまあ、えー、木原さんにとっては 結局岸田さんが総理大臣になってその近いところに寄ってポケットにね手突っ込みながらアメリカ行って俺が岸田を動かしてるんだよと、えー、俺がやってたんだよ俺が全部決めてやってるんだよあいつは東大にも入れないやつだからなっていうような感じでいてこの世の春を謳歌してたわけです、まあ、そんな中で去年もうまもなく1年になろうとしていますが「週刊文春」がいわゆる木原事件を取り上げたと。 いうところから歯車が狂っていってるわけですが、まあ、その中でも、その中でもまだまあ岸田さんは内閣官房副長官という立場は外したにせよまだ側近として頼っていた、まあ、頼らざるを得なかったとっいう関係にさあ、今ここで日々が入るのかどうなのかあるいは木原さんが、まあ、これを男気というのか何か知りませんが沈んでいく船であろうが 岸田丸の、えー、公会長としてですね、えー、そのまま船長と一緒に沈んでいくのか、いやいやあんな人残っちゃうからあのー、麻生先生、あのー、岸田のすでに傷あるところいっぱい知ってるんで、えー、こんな録音もあるんで、えー、これ持っていきますんでそっち入れてもらえませんかって言っていくのか。まあ、そのあは ちょっと関心のあるところではありますよね。えー、まあまあそういう意味であの維新がまあまあ,あのかっこ悪いなとは思います。結局、まあ、代表同士と その総裁と代表が案内してサインしたっていう、まあ、その下に当然、実務者協議があって実務者からこうこうこういうことですとこういうふうにしろというやり取りがお互いにあってでそ,それがそれぞれに党内でオーソライズされているにもかかわらずこんなもんめことになっているのでどっちもめちゃくちゃかっこ悪いんですけどどっちもめちゃかっこ悪いんですが、まあ、力を持っているのでいうと維新の方の力がまだないわけですから維新の方がよりかっこ悪い。 ことになってで、まあ、それやったら反対するって言ってるんだけど、まあ、結果、結果、維新が反対しようが、自民、公明であの話は進んでいきますので、もうやってる感は演出できるという状況ですよね、今、別にここで公明党はもう5万円を飲んでもらってるんで、パーティー券の5万円を飲んでもらってるんで、ここで別に反対はしないということなので、うーん、まあ、まあレ,ベルのレベルの低い話ではあるんですけれどもね。 時刻は十時三十六分。関連で、はい、関連でというと一人一問でもまだお話ができるわけであります。関連で、えー、じゃあ小森君、はい、どういうことでしょうか。大阪地方検察庁は昨日二千十五年に。 女性市議会議員に性的暴行を加えたとして強姦の疑いで書類送検された大阪維新の会の元府議団の代表笹川治府議会議員を不起訴としました理由は明らかにしていません共同通信が書いておりますえストーカーもしていたと可愛い後輩の 議員が市議会議員ができて俺がいろいろ教えてあげると言って近づいてもう好きになっちゃったんでしょうねええー、好きになっちゃったんでそのも仕方がないですね好きになっちゃったんだからねええー、でずっと電気がついてるから事務所の電気がついてるから心配や言うて外で車に乗ってじーっと待ってて電気消えたって言ったら 家送っったるとか言ってやめてくださいって言ってもっていうそういう関係が続いていたそして強姦の疑いで書類送検されているんですねでまああれやこれやなんやかんや言うて調べるの調べへんの言うて、えー、維新もこいつあかんとなったらすぐ首切りますけどそうでない人間はう,う,う,うじゃうじゃうじゃ言うててそのままになってたんですが、まあ、最終的には離れましたけどその笹川府議会議員元 大阪維新の会の府議団の代表でありました不起訴といたしました理由は明らかにしておりません宮脇さんという、えー、市議会議員へのパワハラやセクハラ行為があったとして除名処分としておりますその後宮脇氏は2015年、えー、市内の事務所県自宅で押し倒され性的暴行を受けたとして被害届を出しております書類送検されていましたが 不起訴となりました不起訴と無罪は別です。起訴されて、まあ、日本の場合は、起訴されると99、ユーザーになりますですから、本当に無罪だったとして、起訴されて無罪を勝ち取るっていうのは、大変難しいこと、これが日本の司法の現実であります。一方不起訴 とといいいうのははいろいろありますいろいろありますすたただ無罪とはまた別です裁判して勝てる証拠があるやないやそういうこともありますので結局その証拠がないと思われたらこれは仕方がないという考え方もあるのかもしれないですね。 よくわかんないです。これだけの共同通信の短い記事ではよくわかりません。その一体何があったのか、このあたりは週刊文春、週刊新潮、週刊誌の出番でございます。おそらく新聞は書いてくれませんので、どうぞ、なぜ不起訴になったのかを知らせてください。関連で、うん、はい、あ関連ならば、はい、いいです。高知燦燦テレビが報じております、こちらは維新のことではございません。 秘書の顔を殴り怪我をさせたとして傷害容疑で書類送検されました元参議院議員の高野さん、幸次郎さんですか不起訴になったのは不当だとして審査の申し立てを受けました高知検察審査会は不起訴相当と議決しましたえ補欠選挙も行われましたが2022年12月高知市内の飲食店で男性秘書の顔を殴り鼻から 血が出る怪我をさせましたこのことがばれまして2023年6月議員辞職をしておりますその後高知県警は傷害容疑で議員を書類送検しましたが不起訴となっておりましたこれはおかしいと審査を申し立てていた人がいます申し立てを受けました高知検察審査会は12日付で不起訴相当不起訴であるのが正しい 議決理由について精査した結果不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がないといたしました殴ったことは殴ったんでしょうね怪我もしたんでしょうねええで、まあ、議員は辞職してるわけですねしかしまあまあ議員を辞職するっていう道義的政治的な責任と刑事的な責任っていうのは本来別の話でありますけれども不起訴相当起訴はしません とといいううことだそうでございます関連,で、はいえー、もう関連なら、もう関連なら萩,萩生田元、えー、自民党の偉いさん 今、1年間の党の,党の役割はできないということになっておりますが、なぜか東京都連のトップを務めております、小池百合子さんとも仲良し、そしてハン・ハクチャさんとも仲良し、バーベキューを作って食べさせてあげる、そして生イアイキ子を連れて、俺が連れてきたんだよ、うんはい、信者の皆さん喜んでよって言っている統一教会ズブズブの坪議員でありますが、その公設秘書をしておりまして、 八王子市議会議員になりました大竹俊明33歳が逮捕されました公職選挙法違反ではございません政治資金規正法で違反で逮捕されたわけでもございませんさあ何なのか飲酒運転ですね道路交通法違反酒気帯び運転の容疑で逮捕されましたアルコールが入っていたのは間違いないが 飲酒運転したことは覚えていないなですねお酒って本当にダメですねお酒がコミュニケーションだお酒を飲んだら友達になれるそんなことを言うやつは最低ですねそんなやつははい晒しで晒し上げても仕方がないと考える人もいるんでしょう16日の夜自宅からコンビニまで酒を飲んだ状態で車を運転しておりましたコンビニでの コンビニでコーダやを飲んで家に帰ったのではなく酒を飲んでいたにもかかわらず足らへんかったんですかねお酒を飲んで車を運転しコンビニへ行きました午後10時ごろコンビニの店員からすいません110番ですか事件ですか事故ですかはいあのー、駐車場でコンビニやってるんですけど駐車場で酔っ払われてる人がいるんです 警察官が駆けつけましたところこの萩生田前政調会長の元公設秘書八王子市議会議員の33歳の大竹という男が車のボンネットに倒れかかるように寝ていたということです日本語難しいですね車のボンネットに倒れかかるように寝ていた車がありまして 車の横で地べたに座ってもたれかかってるんじゃなくて車のボンネットに倒れかかるように寝てたということはまあ,あまりうつ伏せで車のボンネットに寝ないと思いますんで車のボンネットに大,大の字になってそのまま寝てたということですね警察官が呼気検査をしましたふうっと吹いてください基準値の3倍を超えるアルコールが検出されました 所属する地元消防団の懇親会に参加しビールを3本ぐらい飲みました懇親会の後一旦帰宅し車でコンビニに向かったとみられますがなんで車に乗ったのかなんでコンビニに来たのかわかりませんと話しているということでございます えー、萩生田さんの公設秘書を9年間務めていたということでございますのでよほどその9年間で辛いことがあったんでしょうあれやこれやよそには出せないいろんな統一教会との関係、えー、そして誰との関係ですか、本当に二階さんとのこともあるんでしょうか、えー、麻生さんとのこともあるんでしょうかもちろん安倍さんとのこともあるでしょうね。5人組の中で ええええ、もうこの人を人柱にしようとそんな話も漏れ聞いていたんでしょうつらかったでしょうねアルコールに逃げたらダメですよアルコールに入れるといいことはありませんうん基準値の3倍を超えるアルコールが検出されたそうでございますええまあ <laughs> 直接萩本さんには関係のない話かもしれませんけれども一体何があったんでしょうかこの際全部履いたら楽になるよ いうお話でございました関連ニュースをたくさんお伝えをいたしました時刻は10時46分ですさて今日も好調に飛ばしております小野さんでございます現在1000飛んで97億人から1100億人を超えました高評価がまだ3割に達しておりません296いいねポチッと高評価をよろしくお願いをいたします続いて皆さんが興味が あるとおっしゃったのが、えー、こちらですね、はい私がずっと粘着しております、国立市富士見通りに建設されました。 積水ハウスのマンション11階建てを10階建てにしたのですが目の前にも10階建てのもっと大きなマンションがあるにもかかわらずここが入居直前に取り壊しが決定したということにつきましていやそんな積水ハウスが言うことそのまま信じられへんよねと思っている方も多いんではないでしょうか私はそのうちの1人でございますで、えー、何かきっとあったに違いない いや建物ができたら富士山が見えなくなったんで、西尾県のことも言われておりましたんで、これはあかん持思って取り壊します、どうもすいませんというのが積、まあえー、水ハウス側の言い分なんですけれども、うーん、一体これは何なんですかというお話ですよね。えー、で えといくつものメディアがやはり私と同じように、えーあのー、違和感を持っておりましてで記事を書いておりますまず、ABEMATV、ABEMATIMES マ,マンションの建設によって富士山が半分しか見えなくなると完成目前にマンション解体が決まる前代未聞の騒動が起きましたとそんなことはもう知っとるんですけど。 えー、不動産コンサルタントの長嶋治さん業界に30年以上いますがこのようなケースは初めて聞きました引き渡しぎりぎりになって全て中止解体するのは驚きだはい、まあ、私もそう思っておりますんでいちいち専門家の人に聞かなくてもいい話であります近隣の飲食店深川釣船というところのお店のご主人に聞きましたた、まあ、つ前から日証券で揉めてたんかと思ってました ままあ、まあそれはね10階建てのものを11階建てのものを作ろうと思ったらそはまあそんな話は出ますわな国たちのわがままな人が反対してるのかと思ったらいざ立ったら富士山が半分になっていたあれでは反対だ周辺住民から富士山が見えないとの反対意見がありメーカーの積水ハウスは住民説明会を3回説明当初の予定から高さを5メートル下げ11階建てから10階建てに変更するなど 国立市の承認を得つつ5月に工事は完了いたしました全18個7、8 0 0 0万で売りに出されておりました引き渡し目前で解体が決まりました本事業は適正適法に手続きを進め法令上の不備はございませんが特に遠景からの富士山の眺望に対する検討が不足していたことが引き起こした事態でありご契約者様及び地域の皆様にさらにご迷惑をおかけするのを避けるべく 工事進行直前ではありましたが中止を判断いたしたものです。かっこ積水サウスかっこ閉じる。みんなもちろん反対だった。一軒家しか建てないところにこんな大きい建物が建つ。それだけでびっくりする。今の心境は複雑だ。と近隣に住む女性は言っています。いやいや、ちょっと待ってほんま前、目の前に、目の前に。 あの建物にももっと大きな10階建てのマンションありますやんかこんなんようアベマ t v こんなことをわざわざ言わしてこんなことを編集でそこ抜き出して書きますよねあの建物の前にももっと横に大きな10階建てのマンション建ってるんですよもちろんそのこの場所から見たっていう駅の近くから見たところはその確かに今回の建物で半分隠れるんですけどどんだけの人が どんだけの人がその場,そのその場所に立って、毎日富士山見てもそもそも毎日富士山見えませんから、<laughs> 言うても100キロほど離れてるんで、あの冬場の空気の澄んだ湿気のない時に見えるだけですから、そんな2日に1回見えてるといううなところではございませんのですけどね、まあ、それは半分隠れてるのは隠れてます、そう隠れる場所もあるっていうことですから。 なんかやっぱおかしいんですよ。だから安倍マのこの書いたニュースっていうのは、もう実にもうチンポなあやチンプな、えー、記事だということがわかりますよね。だからそこで我らが文春です文春オンライン。マンション価格の高騰が話題の東京都内で6月初旬世間を。 驚愕させる事件が起こりました事件と言っております国立市にある7月引き渡し予定の新築マンションが購入者に引き渡されることなく解体撤去されるという話が各種メディアで取り上げられたのだありがとうございます各種メディアと書いていただきますと私のこともちょっと気にしてくれてるのかなと思いますねで、まあ、結論から言いますとこの記事読んでも何があったのかよく分かりません、えー、積水ハウスの何か もっとやばいことを握っている人から何かそれをばらすぞって言われて積水が折れたんちゃうかという憶測まで出てくるという書き方ですから <laughs> この憶測にも程がある <laughs> 私が冗談で今から言うのは冗談ですよって今から言うのはこれはもう妄想ですからねって言ってるようなことがそのまま記事になってますから正直,は正直わかんないんですよこの記事だけ。 ではね、わかんないということをつらつらと長く書いているだけの記事なんです。ただまあ、安倍マよりはましやなとは思ってました。そんな中、フラッシュ。フラッシュは、えー、突っ込みましたね。はい、粘着クレーマーというふうに言っております。地元住民がささやく粘着クレーマーの影という見出しを打ちました。はい。ここが まあ、ほんまかどうかはからないですね、この記事を読んだだけで、ほんまにこの粘着クレーマーという人が存在したのか、そうでもない人のことをそのようなレッテルを貼ってるだけなのか、この辺よく分かんないんですよ。だから私、いつも皆さんにお話ししているように、えー、それが媒体としての信頼度が高い、低いはもちろんあるんですけど、 文字に書いてあることをそのまま信じたらあきませんよというのは朝日新聞が書いてあるから信じてフラッシュの書いてあることやったら信じられへん文春の書いてあることやったらちょっと信じるそういう話じゃないですよとどんなどんなメディアであれえ何かしらの意図とか報道しないということも含めてえいろんな意図がありますのでまあそこはあの自分で判断しましょうということなんですけど。 えー、グランドメゾン国立富士見通り、まあ、ちなみにこれ、えー、と国立という名前ですが皆さんご存知のように国立と書いて、まあ、国立なわけですけど私が小耳に挟んだ情報によりますと国立っていうのは国分寺と立川の間にあるから 国分寺と立川の間のところから国立ちって言ったんですかそれならなんか安易な感じにしますけどね <laughs> 安易な感じはしますけど、うんまあ、その国立富士見通り富士見通りは全国にありますが地、えー、上10階建てで マンション建設をめぐり地域住民の反対で計,計画が頓挫するのはよくある話しかし完成後に解体されるのはまさに異例中の異例マンションのせいで富士山の一部が見えなくなるという懸念は設計計画段階からありましたそりゃそうでしょうそりゃそうだと思います日照県の問題もあるし住民から反対の声が上がっていましたそんなものはもう多分百100軒マンション建てたら100軒である話でしょう 例えば市民団体を結成し一丸,とな一丸となって抗議するような強い反対はなかったんだそうですでは一体何があったんでしょうか、まあ、高さも下げました立ててみたら富士山が見えなくなったからやめたというのが積水ハウスの言ってることなんですがまあ考えてみてください積水ハウスの売り上げをパッと答えられる人はい正解 3兆,円3兆円ですよ私が何千年かけないとうちの会社でこのてんこ盛りスタジオで、えー、何世紀もかけないと得られないようなそれを1年で稼いでる売り上げている3兆円の会社です。まさかそんな会社がこのマンションが出来上がった後眺望がどうなるのかを分からないまま建てていたとは思えませんわな。 フラッシュ地元住民にさらに聞き込みを行ったところある人物の存在が浮き上がってまいりましたさあそのある人物とは着工前何度か住民への説明会が開かれていましたが納得していない人は結構いたみたいですそりゃそうでしょうそりゃそうだと思います中でも個人的で個人で 猛烈なクレームを入れる怖い人がいたそうです。ヤクザとつながっているんじゃないかと噂になっておりました。かっこ60代男性、かっこ閉じる取材源は秘匿しなければなりません。だってヤクザとつながっているんじゃないかという噂を記者に喋ってしまうわけですからね。目撃証言もありました。 工事が始まってから毎日のように現場に来て苦情を言うおじさんを見たことがあります。と言われるぐらい怖い強烈なクレームを入れる人と、まあ、毎日来て文句は言ってますがおじさんと言われるぐらいの人ここに人物が同一人物なのかちょっとギャップを感じますがそんなおじさんがいたんだそうです。 組織じゃないからこそ対応に苦慮したのではないでしょうか」40代男性こうした証言を裏付けるように地元で長年経営している小さな不動産会社の社長はこう語りますやっぱりクレームじゃないかなここら辺は3世代4世代にわたって古くから住み続けている地主さんが多いんですよ 彼らは近隣住人にも慕われているので発見力が強くマンションの開発計画が持ち込まれるたびに騒ぎ立てていますからね戸建て住宅ですら3階建ては稀ですよそういう土地柄なんですつまりフラッシュは書いておりますこのマンションに粘着し続けた個人のクレーマーに積水ハウスが 折れたたとといいいううここななのででしょうかこんな憶測だけを書すねはい、フラッシュは積水ハウスに問い合わせましたそのような事実はなくさまざまなお声をいただいていることを踏まえ中止を決断いたしましたこのように公式に言っておりますしかし積水ハウス側に揉め事を起こしたくないという事情があったのは間違いないと 不動産関係者が語っているそうです、もうほんま、こんなんね、どこ,どこまで信じたらいから、ほんま、皆さん、言っときますよ、あの新聞に書いてあることから信じて、週刊誌やから写真週刊誌やから信じて、信じないでもうそんな話と違いますからね、こんな、ま、ほんまにどの,どの記事も話半分に、うん、聞いておいてくださいよ。積水ハウスは2017年、五反田の土地取得をめぐり、地面師に55億円を騙し取られるという被害に遭っています。それ以来コンンプライアンスにに非常に厳ししくなりました しかし都内では板橋区で再開発タワーマンを建設する計画がありながら住民による大規模な反対運動にあっていますまた皇居の堀に隣接する九段の元病院跡地にマンションを建設する計画でも反対運動が起こりそうな気配です起こりそううな気配っていうの <laughs> どちらも今回の国立の物件よりも1つか2つ桁が違う超高級物件こちらに集中するために国立の物件は損切りしたのでしょう それにしたって判断が遅すぎるでフラッシュは終わっておりますうーん厳しいちょっとこれではコモさんの作ったこの見出し粘着クレーマーの影というにはちょっとどうかなと思う記事ですねしかしまあまあ、うん、アベマが当たり前の記事しか書けないで え文春がまあいろんな可能性を書きながらもこれといったところにまでまだ達していない中でフ,フラッシュがえ飛ばし記事に結果的になるのかもしれませんけれども一歩進んだことを書いてはくれましたいずれにいたしましても積水ハウスがえこれが公式の答えですっていうことについてえ話はを信じるわけにはいかないですね。 11時1分ですさて、そ,それぞれのメディアがですねしゃあの伝えることの,の内,容内容の以前にそれを取り上げるのか取り上げないのかということも含めて、えー、恣意的に書いたり書かなかったりしているというのがメディアの報道と呼ばれるものであります。 えーまあ、東京都知事選挙をめぐっては、まあ、このところちょっと蓮舫さんが失速しているという中でここ1日2日、まあ、横田一さんが小池さんを批判する記事をアイラドットに載せたり毎日新聞の元論説委員やったかなだった女性が、えー、そもそも蓮舫さんへの批判というものは的外れやという記事を出したり、えー、あるいはの。 一番じゃゃななきゃダメなんですかと聞いたことはあれは切り取りであったという記事が出てきたり、まあ、この1日ぐらいでなん、えー、とかこう蓮舫さんへの誤解を解いて、あのーえー、小池さん有利なんだという流れを止めたいという多分意図のある人たち意図のあるメディアがそういうことを書いているのでしょうで、あのー、部分部分で見るとそりゃそうやなと思うところも私はあるのでえただまあ あこの告示を前に今日あの、えー、公約が発表されて7つのゼロと7つの約束は何が違うんだみたいな話になってくる中で、まあ、それぞれ必死なんやろなそれぞれ必死なんやろなというその必死さというものがあ感じられますよねで。またこれとは別ですけど 大谷翔平とロサンゼルス・ドジャーズが日本テレビとフジテレビの取材パスを募集したという話につきましても本来、日本のテレビ局が何をやってきたのかというと大谷が笑った大谷がボール投げたそれだけでニュースにしてたわけでしょ。 そんなことに誰が関心あんねんと思うようなことを、まあ、しかし、バカな国民が視聴者が関心があるからあそして、えー、クリックしてもらえるからヤフーニュースの3分の1ぐらいは大谷翔平でありましたし、えー、日本の国内で政治的にじあ何があろうが東京で大雨が降ったら全国の人がどうでもよくても。 東東京京のの放送局は全国ネットで東京の大雨をやるでし,ょうしかしまあそれ以外それ以外は能登半島で大きな地震があろうがそれがなかなか復興が進まなかろうが大谷翔平のことをやっといた方がバカな視聴者は見てくれるんだという中でですねあんなちょっとしたことでもやってるのに日本テレビとフジテレビが出入り禁止になったっていうことが日本テレビとフジテレビが伝えないだけじゃなくって。 本来ライバルであるよそも触れないという気持ち悪い話ですよねちょっと前になりますがロサンゼルス・ドジャーズの公式のサイトに出ておりましたダジャーズ・リボーク・トゥ・アウトレッツ・メディア・クレデンシャルズ・エイムズ・ショウヘイ・オーターニ・プライバシー・コンサーンズョウヘイのプライベートな出来事についての、まあ、ひどい報道がありましたので2つの アウトレットって書いてあると、アウトレットメディアというと、ちょっとなんかえ、えっと、テレビ局の安売り屋さんですかと思うかもしれませんが、まあ、要はそういう報道機関という意味ですね。えー、2つの日本の報道機関に対して、えー、取材パスを召し上げましたと、で誘拐されたり、えー、家族が目に迷惑がかかったりすることも。 あるそんな中でですね近所の人の話を聞いたりとかいうそういうひどい報道があったんでえ2つのメディアに対してまああの多分 MLB との契約の中でえ何億か出してる中で普通の,そのニ,ュースニュース素材としてのものは使えるんでしょうけれどそれ以外は使えないという状況になっていることを日本のテレビ局は伝えないということですから当事者である。 当事者である日本テレビとフジテレビは自分のところに都合が悪いからよその都合の悪いことはやりますが言わないでまあじゃあライバルである TBS やテレ朝はそれ見たことかとお前ら青ちゃうかって言うて本来ならやるところをいや自分らもうでに傷持ってるんで自分らのところやられたら嫌やからここは黙っとくねっていうそ,そ,のてその程度のや,やつらの正義ですからテレビ局の連中の正義感っていうのはその程度の 自分らに都合の悪いことは言わないという警察もそうですよね鹿児島県警のこともそうですよね人の罪は冤罪を作ってでも捕まえてで追い込んで自白させて有罪にして死刑にでもしてやるけれど自分たちのところの不祥事は隠すってこれが警察のやることですねでそれをチェックするテレビ局が何をやってるかというと自分らのやったミスについては 報じないということなんでいいですか、皆さん、本当にこれは、まあ、期待してるから言ってるっていう話なんですけどね。えー、で、えー、ここからあと2つお話がございます。11時7分になりました。沖縄県県議会議員選挙結果、昨日の朝の段階で玉城デニーさんの 与党が大敗をしたということはお伝えをいたしました定数48で,でこれまで県政与党でありました共産党や立憲民主党などが24議長を含む中立の議員が5県政野党系無所属が1そして自民党県政野党が18という合計48だったのが 今回24あった県政与党共産、立憲民主などが4つ減らしまして20中立が7県政野党刑務所属が1県政野党である自民が20ということで半数を割りましたとえ丁寧に説明し理解を得ながらやっていきたいと県政運営について玉城知事は言っておりますがえまあこれがまあ 普通のニュースになっている話ですでそこに加えて新しく出た情報で言いますと実は共同通信が、えー、誤報を出していましたとで、まあ、当然のことながら沖縄県議会議員選挙について信濃毎日新聞が北海道新聞が河北新報が、ね、秋田先駆け新聞が自社の 記者を取材、ね、に出しているはずはないので共同通信、時事通信からやってくるもので記事を書いているわけですね、もうそれもまあい,いや、変な話あのコピペしているわけですよ。共同通信は、昨日、おととい日曜日に投開票された沖縄県議会議員選挙で アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する勢力の過半数獲得が確実になったと報道しましたが実際の結果が異なり誤報になったことを明らかにしました読売新聞がいい日と書いてますね、えー、那覇市南部離島区定数11で実際には落選してしまった候補者を当選確実と誤って判断 独自に各候補の得票数を集計する選挙システムの操作に手違いがあり一部の候補に誤った得票数が表示されたことが原因である共同通信がそれを配信しましたので20ほどの新聞がその誤報を報じてしまいましたウェブサイトにも一時アップしておりました高橋編集局長深くお詫びいたします 経緯を検証し再発防止を講じ正確な報道に努めますとコメントをしております、まあ、これをもってえ共同通信というのはそもそも偏っているにあって、まあ、そういうことを言いたい、えー、ネット運用の人たちがまあいるでしょうしかし、まあ、それはこれはそういう問題じゃなくって結果として誤報なんですよ結果として誤報なんですが、まあ、変な話、当格における誤報というのはこれまでもあるので今回が初めてのことではありません。 難しい選挙ちゅうのがあって、まあ、結果として簡単やと思ってても誤報になる場合もあるし、難しい。選挙の場合はこういうことっていうのはありえます。まあ、その中でわざわざ等格を出す必要があるのか、という議論は当然あろうかとは思いますし。まあ、今回の結果が玉城デニー知事。 あの県政与党にとって厳しいことで今後、基地問題にどう向き合うのかっていうところは、まあ、それはあるんですそれが一番本当は大事なところでなんですがそれはちょっと今、置いといてなぜこんなことが起きたのか共同通信というしょうもない通信社がバカなことをしやがってこの春からあの契約者も減り上がってた <laughs> というそういう話ではなくて私、注目しましたのは NHK が出口調査をしております。NHK もやってますし、共同通信もやってます。各社、各社やっております。NHK が投票箱が閉まって直後、20時59分に日曜日の夜、出口調査の結果を出しております。那覇市南部離島、沖縄市、宜野湾市。 3つの選挙区合わせて32の投票所で投票を終えた有権者4082人を対象に行いました <laughs> このうちおよそ54%に当たる2201人から回答を得ましたと <laughs> すみません大事なところなので <laughs> でえーと いくつかの質問があるんですが普段支持している政党についてということで言うと那覇市南部離島選挙区ここがまあ誤報の結果が多くなったという話なんですが自民党が23%立憲民主党7%日本維新の会4%公明党6%共産党9% オッコメト6%共産党9%国民民主1%令和新選組3%社民党5%沖縄社会大衆党2%無党派層37%でした那覇市南部離党選挙区で玉城県政について評価しますかしませんかと答えたら評価すると答えた人が68%つまり辺野古への移設に反対をして ありとあらゆる嫌がらせをしているそれ評価すると答えている全体ですよ全体玉城県勢として評価するという人が68%評価しないが32%ちなみに沖縄市選挙区では評価するが69%宜野湾市選挙区では評価するが71%ですから、まあ、ほぼ同じです最も期待する政策 那覇市南部離島選挙区では、景気・雇用が33%、教育・子育て・子どもの貧困対策27%、基地負担の軽減15%、医療・福祉12%、観光振興5%、町づくり防災4%、エネルギー・環境1%、農林水産業振興1%、その他3%でした。問題はここですね、移設の賛否。 アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設について容認か反対かを尋ねました那覇市南部離島選挙区では容認それを認める移設容認が39%反対が61%ちなみに沖縄市選挙区は容認が45%宜野湾市選挙区では43%が容認なので最もこの3つの中で 反対が多くていや認めるっていうのが少なかったこれはまあ実際の投票と出口調査のアンケートですからもちろん違うんですけどあ那覇市南部離島選挙区ではやっぱり反対の人が多いねんなという見立てに、まあ、N H これは NHK で共同通信がやった出口調査とはまた別ですけど、まあ、そうなりますわなと。 投票する際政治と金の問題を考えましたか考えませんでしたか那覇市南部離島選挙区では考慮した政治と金の問題について考えたという人が66%考慮しなかったが34%ちなみに沖縄市選挙区では考慮したが69%宜野湾市選挙区では67%でありましたまあまあ誤差の範囲内ですが政治と金の問題で自民党に厳しいであろうと思われる答えをした人が 多かった岸田内閣を支持しますか支持しませんか那覇市南部離島選挙区今回誤報の多かったところで言うと支持するが21%支持しないが79%でしたつまり岸田内閣の支持ということについてで言うと圧倒的に支持しない人が多かったしかししかしで、まあ、こういうデータをこういうデータを コンピュータータにに入力ををしして等格を出たたら、結果誤報ななっ,たっていう話なんですよ。だから、間違って打ち,違打ち間違えましたと、10って入れるところを100やりましたと、そのコンビニや盛況でカレーパンの5個注文するのを500個注文してしまった、お願いですから買いに来てくださいって、そんな話じゃないんですから、全く間違ったものをミス、人間のミスで、あるいは計算ミスで、 間違った格が出そんなふうに読める記事を出しとるんですけどそうじゃないんですよ。だから出口調査っていうのはもちろん投票とは違いますけれども民意を図る上で大事なその数字と実際の投票行動に乖離があって違いがあって、まあ、その結果、まあ、今回不幸なことに誤報を出してしまいましたと。 いうことなんでいや結果の誤報という意味で共同通信に責任はあるんでしょうけれども今回の選挙のあり方候補者の選び方とかその人がどれだけその地区に浸透しているかとか、まあ、いわゆるオール沖縄という言葉があるわけですけど まあオール東京と今もまあ、ね、蓮舫さんなんか言ってますがオール沖縄という枠組みそのものが今もう崩れてしまっていて岸田内閣は支持しないけれど自民党の金政治と金の問題には厳しいあの意見を持っているけど誰を選ぶってなったら誰を選ぶってなったら自民党系の方に投票した人が結構いた。 っていうその話をその話をした上でオール沖縄の与党県政与党が過半数取れなかったっていう話をするのが本当に伝えなあかんとこなんじゃないかなと僕は思う、まあ、ちょっとこれごめんなさいねあの皆さんまあニュースに関心をある人だと思いますがちょっと <laughs> 自分で言うのもなんですけどちょっとあの、えー、プロがプロの仕事を。 えー、プロ目線でちょっと言ってるみたいなところがありましてちょっとごめん、ね、もうもう言,う言うてて自分で嫌なんですけどちょっとそのものの見方が <laughs> ややこしいとは思うんですけど、えー、一番の問題は。 自民党のやってることが問題だとか、えー、と玉木さんの反対って言い続けてることこが問題だとかっていうんじゃなくて多分その今沖縄の県議会を作ってきたあるいは県知事を支えてきたオール沖縄と呼ばれたところの、えー、候補者選びを含めた仕組みが壊れていっているっていうところと自民党へは 腹が立ってて岸田なんてもうやめてまいと思っててもだけど、じゃあ野党に投票しますかってなった時にうーんと思って要は、まああの、県政野党と与党と,と国政では違いますけどそっちで自民党の方に入れる人が結構いてその僅差のところで結局、自民党が思ったよりも伸ばした。でそれは 自民党が伸ばしたとも言えるし野党の選んだ人間その候補者そのものが悪いっていうそういうことなんだなというお話ですあんまりあんまりね <laughs> あんまりそこのことみんなまだ書いてないんで共同が誤報を打ちましたよってざまあみろみたいなことにしかなってないんで、えー、本来その ど,ど,こどこの選挙区でもやっている投確を打つための僕は知ら,ない知らないんですけどねあの知らないんですけど,どうもそういうシステムがあるのでその中に正しい情報を彫り込んでいったら出た数字と結局結果が違うっていうこのことをどう分析するのかっていうのがほんまに大事なところなんだなと僕はまあ思っているわけでございます11時20分最後に えっとこちらのタイトルを用意いたしました尼崎のコンビニエンスストアで窃盗事件があったとされました売り上げが数十万円合わないこれを防犯カメラのビデオもあるうちの店員が撮ったんだだから 逮捕してくれと認めないんだこいつがというふうにお店の人が言ってきました警察が行きましたいややってませんいや逮捕する14時間半に渡りまして逮捕された状況になっていてお前がやったやろお前がやったやろお前がやったやろいいかげに履いたらどうだと言って詰め寄られましたいやちゃんと調べてくださいいやお前がやったやろお前がやったやろ どういういこっちゃお,前お店の人も言うてるぞと防犯カメラもあるって言うてるぞと言って詰めて詰めて詰め寄られました困難30分あっただけでもそらやられてしまいますわな本部から連絡ありましたちょっといや被害金額がちょっと変わるかもしれませんいやすみませんそれたらんって言ってた売り上げもうすでに本部に送金されてました わわへんんけじゃないんですほらやってないって言ったでしょう結局半日以上経って14時間半後に逮捕の状態は終わったんですけれども昨日神戸地方裁判所に訴えが起こされました。 去年の12月のことです、神戸市ではなく尼崎市のコンビニエンスストアで売上金などを盗んだとして60代のパート従業員の女性が窃盗容疑で逮捕されました結果、これは5人逮捕尼崎南警察署の違法な調査捜査あるいは店側の確認不足などで損害を受けたといたしまして国と兵庫県とコンビニ運営会社に330万円の損害賠償を求めて提訴いたしました。困難 ももうう本当はもうそれこそ1億もらったって、えー、許されへんわっていうことだと思いますけれども11月の30日このコンビニの店長が従業員のやつが店の金を盗んだ防犯カメラにも映っているが盗んだ従業員が犯行を認めないと尼崎南警察署に通報しました数十万円が盗まれたとの被害を届け出ました 天ヶ崎南警察署任意動向を求めまして午後4時30分から任意で聴取を始めました女性は一貫して盗んでいないと犯行を否認していました店内の防犯カメラの映像には11月24日この女性がレジの両替箱を開封している様子が捉えられておりました捜査員はこの時金が盗まれたと判断をしましたが実際には店の被害申告だけに頼っておりました 女性が現金を盗んだという確たる証拠がないまま翌日12月1日の午前2時ごろ夜中です窃盗容疑で逮捕されました午後4時30分から任意で聴取を受けてやってませんやってませんやってませんいいか減に入ったろうだお前がやったんだろうお前がやったに違いない証拠があるぞ店の人も言うてるぞ半日ほど経って逮捕されました夜中の2時でございます その後コンビニ店舗を統括する本部から被害金額を修正する必要があるかもしれないと連絡がありました店舗の帳簿とレジの現金を照合したところおっと待ったちょっと待ったちょっと待ったちょっと待ったその段階でその段階で照合してるんですか盗まれたとされる数十万円はすでに本部に送金されていたことが分かりました 窃盗被害の事実がなかったことが分かり尼崎南署はこの日の午後4時40分つまり最初に任意の聴取を受けてからは1日たってからであります24時間と10分後に釈放し謝罪をいたしましたこの間の拘束は14時間30分に及んだと書いてありますがどうなんでしょう任意の聴取も含めると24時間を超えるのですが 兵庫県警から女性に対し12月と今年の4月2回どうもすみませんどうもすみませんどうもすみません謝罪があったそうですがなぜ5人逮捕に至ったのか詳しい経緯については説明がありませんでしたこの女性昨日会見をしておりました首から上は写っておりませんなのでこの写真でございます。 五人逮捕により現在もフラッシュバックに悩まされ不眠やうつ左耳が聞こえにくくなるなどの症状があり日常生活に支障ができていますうんのの会見で逮捕後の取り調べ現金を取ったのはお前しかいないなぜ認めないのかという趣旨の言葉で容疑を認めさせようとしました今鹿児島県警で行われていること警視庁で行われていること警察庁の追記長官のもと むちゃくちゃ OK なんですねうん振り返りましたいっそ取ったといえば楽になるかもと警察官からの質問でとにかくその場から逃げたくなったと各種冤罪の時にえー、えー、嘘の自白をしてしまった人が言うことを同じように言ってはりますこの裁判を通してこうしたつらい思いをする人が二度と生まれないよう訴えかけたい これに対しまして2度にわたって謝罪をしている兵庫県警でありますが何を言っているかここが私ムカついております訴状の内容を検討し関係機関と協議の上、適切に対応したい佐藤誠さんに今度おたら聞いてみますこいつらの言う適切な対応って何ですか間違いだったということを認めてで まあその細かい経緯は別として、ですよ細かい経緯は別として自分らが間違って逮捕したってことが分かって釈放して、すみませんって2回謝ってるんですよね、今回のことはもちろんそうじゃなくて330万円の損害賠償についての裁判ではありますが、しかし、自分らのやったことが間違いであったと言って、1回、頭も2回頭も下げてるわけですね、で訴えられたら、どうもすみませんでしたって言わないんですね、こいつら。 警察は、兵庫県警は、尼崎南署は、あ、はあ、言わないんですね、適切に対応してまいります、関係機関と協議の上いや、その330万円も、訴訟にかかる費用も、我々の税金ですよ、私の出している兵庫県民税から出てるのかどうか知りませんが、お金には色ついてませんから、私も県税も払ってますんで、県民税も。 そこから出るのは可なんですけれどもしかし、がしかしここでどうもすいませんでしたと裁判については裁判については相談の上訴状がめ届いていないのでコメントできないでもいいかもしれませんがまず、まずここで謝らなあかんでしょう、ま、ずだって、謝ってるんでしょう 2, 回2回にわたって謝ってるんでしょう謝ったこと引き継ぎなんでされてないんですか。 どうもすいませんでした。こんなことをしてしまって、どうもすいませんでした。裁判については相談しながら進めますけれどもとなぜ謝ることができないんでありましょうか。結局、警察ってやっぱりこういうとこなんですね。謝んの謝ったら死ぬ病なんですね。もうその前に、その前に潰してください。もうこんなことでは。最後に。 冒頭でもお話しいたしました朝日新聞のシリーズ記事でございますやってへん検証日野町事件、えー、滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件、えー、酒屋さんを営んでいる当時69歳の女性が殺されて金庫を奪われたという事件につきまして逮捕・起訴。3年余り経った 常連客の1人が犯行を自白ししたとてて逮捕されておりますこの人はもう裁判のやり直しを求めていましたが2011年に病死しております現在遺族による第二次再審請求が最高裁にかかっておりますあれは無罪やねえ証拠がないあれは無罪やねえ証拠がない元捜査員ら黒であると断言せずという それでも再審がなかなか進んでいかないという日本そして5人逮捕してもちゃんと謝らない日本の警察むちゃくちゃですよね、ええまあ、毎日毎日長くなって恐縮なんですがお話ししとかんと皆さんの手に。 届かないと耳に届かないといかんので今日もコモさんいろいろとお話をしてまいりました本日も長時間にわたってご視聴ありがとうございました、えー、どうぞ最後に高評価ポチッとそしてチャンネル登録もしていただければ幸いでございますではまた明日インジャンをいたしましょう、えー、っと昨日宮崎園子記者に大変ショックなことを言われまして コモさんまた、明いいんじゃんでグー出すときはもう分かりますって言われてしまいました前にもちらっとそんなこと言われたような気がして全然そんなことないと思ってたんですけどー、うん、グー出すとき僕にどんな癖があるのでしょうかどうぞまた明日イいいんじゃんをいたしましょう。 まりますまた明日うんじゃんグー <laughs> 今日もご清聴ありがとうございましたでは本当にまた明日でございます雨ちょっと上がったんかな